田中達也は、日本の実業家。福岡県出身。富士通代表取締役社長、同社取締役会長を経て、富士通マーケティング取締役会長。レジオンドヌール勲章受賞。1956年9月11日生まれ、福岡県飯塚市出身。福岡県立加保高等学校を経て、東京理科大学理工学部経営工学科卒業後。 1980年4月に富士通に入社。国内営業部門において大手鉄鋼、石油、化学などを担当。2000年4月には産業営業本部産業、第二統括営業部プロセス産業、第二営業部長に就任。2003年4月から6年8ヶ月にわたって富士通有限講師に赴任。日本での産業ビジネス本部長代理を経て、 2012年4月に執行役員産業ビジネス本部長に就任。2014年4月には執行役員常務はジアリージョン長としてシンガポールに常駐。2015年1月19日副社長への昇格と同年6月22日付にて山本まさみの後を受けて社長に就任することが発表された。2017年1月25日 フランス共和国エリゼ宮殿の叙勲式で、レジオンドヌール勲章シュバリエを受章。2019年6月、取締役会長に退いた。2020年4月、富士通マーケティング取締役会長。ありがとうございます。